マテワシーのドングリドングリとは、講義には、ブナカの果実の属称。競技には、栗、ブナ、イヌブナ以外のブナカの果実。再競技には、ブナカのうち特にカシならカシワなど、小なら属樹木の果実の総称を言う。ドングリは、一部、または全体をくとに覆われる喧嘩であるが、これは、ブナカの果実に共通した特徴であり、またブナカにほぼ固有の特徴である。 ブナカの果実には、ドングリ以外の固有の名称を持つものもある。栗の果実は、栗もしくは、栗の実と呼ばれる。シイの実、ナラの実の語もある。ブナの果実は、蕎麦栗と呼ばれることもある。ドングリは果実であり、種子ではない。樹種により形状は多様であるが、ドングリに限らずブナカの果実の共通の特徴として、先端は尖り、表面の皮は硬く、上部は、 すべすべして、茶色、下部は、ブツブツした薄めの褐色である。果実の下部または、全部を覆うおわ状、まり状のものは、角とである。どんぐりの角とは、俗には、帽子、袴などと呼ばれる。角とは、双方辺が集まり、融合変形、乾燥したものであり、ブナカと南極ブナカの果実特有のものである。このことから、かつてブナカは、角とかと呼ばれた。 ブナカの喧嘩は他の喧嘩と区別して角とかまたはどんぐり浄化と呼ばれる。どんぐりのイメージとして細長く株をブツブツとした角とが覆うというものがしばしば見られるが、クヌギではどんぐりは丸く角とは毛が生えたようになっている。栗またスラジリなど角とがどんぐり全体を覆うものもある。栗の角とはトゲが生えイガと呼ばれる。 内部の種子の大部分を占める仕様は、澱粉質に富み、人間を含む動物の食料になる。日本の古典的な玩具の材料にもなった。どんぐりからその樹種を判別することは可能だが難しく、木自体を見る方が、はるかに優しい。ただし、族の見分けは、比較的優しい。以下は日本に自生するものの見分け方である。日本国外に分布するものでは多様な形状を示す。 マテバシー族のドングリには、角とが全体を覆うものが多く存在する。シー族では、別名の栗菓子族が示唆する通り、栗族のように複数の果実がイガに覆われ、栗そのものの形をしたものも多い。北米には、常緑樹で、栗族によく似た、角とをつけると毛菓子族が2種が存在する。逆に、北米産のチンカピンは栗族ではあるが、実には、平たい面がなく、マリー、 ブナカではないが、似た外見のものとして、ヘーゼルナッツ等のハシバミ類の喧嘩や、土地の木の種子がある。多くの動物がドングリを食用にしている。ドングリを作るブナカ植物は、団体から温帯にかけての森林では、どこでも主要な構成樹種である。団体では、常緑の新イカ種類が商用樹林の主要構成樹種で、あり、温帯では、ブナミズナラなどが、 落葉広葉樹林の中で占める割合が大きい。人工的な格乱がある場所では、クヌギコナラなどが出現する。これらブナカ植物の果実は、個々の果実も大きく、肥大した仕様に大量のデンプンを蓄え、また、生産量も多いことから、特に哺乳類にとって秋の重要な食料であり、どんぐりの出来不出来が森に住む野生動物の秋から冬の生存に、 大きな影響をもたらす。シー類の果実は、樹上ではムササビ、地上への落下後は、ネズミやカケスなどの食料となる。また、ブナやミズナラの果実は、月のワグマの主要な食料であり、これらの落葉樹林で、どんぐりが、不作の年には人里に出没するクマが多くなる。イベリコブタの重要な飼料として、イベリア半島に自生するコルクガシなどのどんぐりが利用される。 また、中央ヨーロッパには、ヨーロッパブナの林の中で豚を飼う洋豚林がある。日本でもかつて、沖縄裏白菓子のどんぐりが、豚の飼料として利用された。一方、どんぐりが、餌として、有害に働く場合がある。2014年に、北海道の牧場で、肉用牛13頭と乳用牛2頭の、計15頭が、腎臓の障害などで死亡。 アバシリカ地区保健衛生所が解剖したところ、ドングリの成分であるポリフェノールによる中毒であることが判明した。海外でも似た牛の中毒事例が報告されているという、果実としてのドングリは特に目立った種子散布期間を持たないように見えるため、古くは種子散布の形式を重力散布とみなされた。しかし、今日では常実の動物の餌としての重要性が、 この仲間の種子散布に大きな役割を果たしているとされている。どんぐりを秋から冬にかけての重要な食料としている動物の中にネズミ類、リス類、カケス類のように臨床に少数ずつ分散して埋蔵貯食するものがある。こうした動物が埋めたどんぐりは大半が越冬時の食料として消費されるが春までに一部が余って食べ残される。これが 親植物から離れた地点で発芽して、新世代の植物となる。また、どんぐりは、乾燥に弱く、単に臨床に落ちただけでは、乾燥によって速やかに発芽能力を失うことが、多い。ネズミ等による著色は、この乾燥から免れる効果もあるとされている。イノシシ、シカ等の大型哺乳類の採事により、森林の下草、笹などが取り除かれ、ひずめ香により、 土壌が露出すると、そこにはネズミ、リス等のゲ、ハルイ、カケス類がドングリを埋められる条件が生まれてくる。ドングリを作るブナ中の植物は、ネズミ類、リス類が誕生する。以前、約6500万年前の白亜紀にはすでに出現していたことが明らかになっており、土壌の格乱を当時の大型の草食恐竜が担い、当時の小型だった哺乳類の祖先がネズミや、 リスの代わりを担っていたと推定されている。ブナの実などは生のまま食用とすることができる。また、シー類は生のまま食用とすることもできるが、炒めると香ばしくなる。スダジー、ツブラジーなど一部の種では甘みがあって渋みがなく、渋抜きせずに生、あるいは生ってそのまま食べられる。一方、ナラ類やカシ類は単ン,ンの含有量が多く生殖には向かない。ただし、 これらのドングリも悪抜きによって食用にすることができる。縄文時代の遺跡の貯蔵以降からは、ドングリが発見されており、渋抜きをして食用にしていたと考えられている。その後も、飢饉や太平洋戦争直後の食糧難時代によく利用されたのみならず、米の栽培が困難な東北の山村などいくつかの地域では、大正期あたりまで主食格の食品として重要であった。 どんぐりの渋抜きの方法としては、流水に数日さらす方法と、射伏による方法がある。特に射伏の場合、木い汁を用いることがある。日本においては、前者は主に西日本から広がる、商用樹林帯の地域で、後者は東北地方や新州に広がる、落葉紅葉樹林帯で認められる。また、渋みの少ない種の場合は、空入りでも悪抜きになる。 北海道のアイヌ民族はどんぐりを、ニセウと呼んでいた。秋に、トゥンニやコムニの果実を拾い集め、何度も茹でこぼして、アクを抜いたものを、シトやラタシケープに加工して食べた。北上山地の山村では、奈良の果実を粉砕して皮を除き、湯、木灰汁などを用いてしぼ抜きした、下見子と呼ばれるものが作られていた。下見子は通常湯で戻し、上々にして食べた。 熊本県では、菓子類の実から採取したデンプンで作る、一言脈や、菓子の木豆腐、あるいはシーの実を用いた、シーゴンニ言脈といったクズ餅状の食品が知られている。長野県基礎地方等では、地域を腰の一環として、どんぐりコーヒーを提供しているほか、パンやクッキー等の材料としても用いられている。朝鮮では、奈良類のどんぐりから採取したデンプンを、ムクと呼ばれる食べ物に加工する。 もともとは食料が不足していた時代や基金の年に食べられた休耕食料だが一部の地方で受け継がれ最近では健康食品として見直されたことにより大量生産されて市場に流通している大衆食堂で副食として出されることが多いが最近ではクッパのように飯と一緒にスープに入れたと取りむくパプが一な料理にもなっているまた以前は皮を剥いてから 水晒しと加熱によって、渋抜きをしたどんぐりの果実を用い、米と炊いたどんぐり飯、また粉を用いたどんぐり餅、どんぐりがゆ、どんぐりうどん、どんぐりすいとんなども作られていたようである。玩具や工芸品の材料として用いられる。例えば、軸をつけて、矢印べいやコマなどの玩具とする。どんぐりから採取されたシギゾウムシの仲間など、昆虫類の幼虫は釣り絵に使われることもあった。 どんぐり銀行と呼ばれる子供向けの地域活動がある。おおむね共通して、どんぐりをお金に見立て、一定数貯まると、例えば苗木を送ってくれるというものである。遺伝子格乱の恐れがあるため、収集するどんぐりは産地管理が求められている。ありがとうございます。